さんの方で5月12日から18日までということですね。それから、その席で今日も行われました席上記号も同時に行われています。5月の14日、表彰式なりに祝賀会が行われます。常任理事会の方は2回ほど行われまして、平成29年9月の8日、それから今年平成30年3月9日、ルノアールの新橋仕事目店の方でもって行われています。議題はいずれも国際障害芸術協会、協会展に配布されたものでございました。それからですね、今年の展覧会、第28回展の審査会が、今年の2月7日、北斗吉屋の方で行われました。その結果は、作品展示の通り、いろんな賞を紹介いただきました。本当におめでとうございました。以上です。細かいことにつきましては、手元の資料を参考にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。ではありがとうございました。続いて平成29年度の会計報告を常任理事の堀貴子先生お願いいたします。堀貴子でございます。資料は後ろから2ページ目に配布してございます。平成29年度決算書でございます。3年目に引き続き、ただいま報告になりました事業を行うにあたりまして、収入とそして経費支出を主なしてございます。主なところを申し上げまして、あとはお読みいただくということでお願いしたいと思いますが、収入の部は27回転の出品料競争代作品集代で523万なりまし、そして会費が取り替えております。3番目の対策表彰代というのは今日ご覧になっていると思いますけど、第1号室に対策が去年が確か27点今年28点ですけれども下がってございますが、それの表彰代を申し受けまして、一部ですけれども負担していただきました。そして、この祝賀会というのは監督の方を交えての祝賀会でございまして、それから最後の屋形船懇親会というのは、これは確か年末だと思います。私はいがらなかったんですけども、その時に費用をいただいたということでございます。支出の方に移りますと、東京都美術館の借款料、それから若干の拝借してあるものもありますが、それの会場費という計上で60万6920円、結局行って帰ってくるあの一部屋が60万円ぐらいの負担を東京都の歴史文化財団に払うということでございます。そして、今度はその陳列とですね、それから看板屋さんがおります。その関係でもって55万円ほどの支出をしております。それから若干飛ばしまして、作品陸送代でございますけれども、日本側の169点を支出したのが83万円で、そして作品集代は72万円になりましたということですね。それと新社会の会場費というのはホットピアという大手の方に行ってやってるわけですけれども、そこの費用が新社会場費、それから終わってからご苦労さん36万8000円になりましたという負担をさせておきございます。それから東京での対策表彰代がさっきの17万の東の収入に対して28万5000円を負担しております。
合計27点ですね。それとあとは事務局費と56万9千ほどを算してございます。あと細かいことはお読みいただいてご理解いただきたいと思います。以上でここ終わります。ありがとうございました。監査報告を徳原良子先生お願いします。それではこれからですね、第28回の昇格者、職業をですね、お渡しをしたいと思います。昇格者の方、名前をですね、呼ばれましたら、前の方に出ていただきたいんですが、お名前は一応継承略でやらせていただきます。最初は理事からいきます。理事が、今回4名。それから評議員がですね、3名。それから会員の方が、9名ですね。この方でございますので、一応理事からいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、清水先生、申し訳ないんですけど、前、お出いただきまして、昇格者、で、私、はい、昇格者です。今日ご出席でない方もおられますけれども、一応全員をですね、名前を読ませていただきます。最初、理事から読みます。田中元子、来日所属。ちょっと前の方に、お入れになるか。中村美智子、初等者。船山誠陽、個人者。加藤喜衣奈、個人者。以上の4名の方が、レジに紹介していただきます。どうぞご出席の方、前の方にお出しいただきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。お渡ししてよろしいですか。はい、結構です。田中元子さん。衣食状で。衣食状、田中元子殿、貴殿を国際書画芸術協会の理事に委嘱いたします。平成30年5月13日、国際書画芸術協会、いろいろお願いいたします。中村美智子さん、どうぞ。全文を読みした方がよろしいでしょうか。そうですね。はい。衣食状、中村美智子殿、貴殿を国際書画芸術協会の理事に委嘱いたします。平成30年5月13日、国際書画芸術協会、お願いいたします。内山さん、西洋さんとお呼びしてよろしいようですね。衣食状、船山西洋殿、貴殿を国際書画芸術協会の理事に委嘱いたします。平成30年5月13日、国際書画芸術協会、お願いいたします。加藤さん、どうぞ。
お呼びするんですね。衣食住、加藤喜などの貴殿を国際書画芸術協会の理事に委嘱いたします。平成30年5月13日、国際書画芸術協会。以上、4名の方が理事に昇格されました。皆さん、拍手でお願いいたします。どうぞ、席の方にも、ご着席をお願いいたします。それでは次はですね、評議員の方3名でございます。評議員の方3名でございますけれども、おられる方は全員出てきていただきたいと思います。海老沢京香、大井万水、佐々木水英、衣食住、海老沢京香殿、貴殿を国際書画芸術協会の評議員に委嘱いたします。平成30年5月13日、国際書画芸術協会。以上、お二方が評議員でございます。皆さん、握手でお願いいたします。続きましてですね、会員の方です。会員の方はたくさんおられます。9名おられます。ちょっとごめんなさい、賞を受けられる方が後ろの方に今いらしたので、ちょっとご案内いただけませんか。賞をいただいた方は席が前の方にございますので、前の方にお座りいただければと思います。それでは会員の方、9名の方をお呼びしたいと思います。近藤龍河、余田陽心、前の方に出てください。湯口飛鳥、大石次郎園、松原壮山、大港優勢、山田栄一、大沼栄華、高田雅子、以上9名の方でございます。それではこれから委嘱を終わります。近藤龍河さん、衣食住、近藤龍河殿、貴殿を国際書画芸術協会の会員に委嘱いたします。平成30年5月13日、国際書画芸術協会。よろしくお願いします。余田さんにお進めください。衣食住、余田陽心殿、貴殿を国際書画芸術協会の会員に委嘱いたします。平成30年5月13日、国際書画芸術協会。お願いいたします。湯口さん、湯口さんはこれ飛鳥さんと言います。衣食住、
湯口飛鳥殿、貴殿を国際書画芸術協会の会員に委嘱いたします。平成30年5月13日国際書画芸術協会。お願いいたします。大石李芳園さん、大変貫禄のあるお名前でございますね。委嘱状、大石李芳園殿、貴殿を国際書画芸術協会の会員に委嘱いたします。平成30年5月13日国際書画芸術協会。松原さん、委嘱状、松原宗山殿、貴殿を国際書画芸術協会の会員に委嘱いたします。平成30年5月13日国際書画芸術協会。お願いいたします。大湊さんでいらっしゃいますか。大湊さんお休み、柳さんもお休みでいらっしゃいますの。大沼栄光さん、委嘱状、大沼栄光殿、貴殿を国際書画芸術協会の会員に委嘱いたします。平成30年5月13日国際書画芸術協会。お願いいたします。高田さんもお休みでいらっしゃいましょうか。以上、今日ご出席の方、会員の方は、6名でございますけれども、おめでとうございます。では御着席いただきたいと思います。以上で委嘱状の方の授与を終わらせていただきます。続いて、最後でありますけれども、平成30年度の活動方針、これは植木